イドウをぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよギサオ。え、こら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだカイドウ。こんな負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろ。まともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。倒すだけか。やるぞ麦わら。仕上がったら承知しねえぞ。行くぞ。止めるもんなら止めてみろ。出てこい麦わら。この島にいるのは分かってるんだ。Thank you.
もう逃がさねえぞ麦わら。命取られる覚悟はできてんだろうな。うるせえ、お前こそ俺の邪魔するな。来いビッグマン、俺の力思い知らせてやら。台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと、まだまだ、もう逃げねえ。おりゃあ、死ぬけど最悪の世代。生意気なガキどもが俺に立てつくんじゃねえ。四皇がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。加えてやる。ふざけんな。俺は海賊王になる男だ。話にならねえ。最悪の世代だ。笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、お前バカめ、こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだと。図に乗るな麦わら。俺の下につくがねえならもういい。二人仲よ、死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。
俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。おお、晴れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。